一旦やったことでも絶対やっぱ復習ってしなきゃいけないじゃないですか、はい、一回やったら二度は忘れないなんてことはまずないわけですよね、うん、次復習するときは9割よりも高いパーセンテージ復習できる可能性が高いわけですよ。そうですね、うんうん、したらもっと早くできるじゃないですか。武田塾チャンネル。今回この大学受験の歩き方ですね、その勉強時間っていう部分についてちょっと話していきたいかなと思うんですよ。はい、勉強時間、うん、でも、はい、勉強時間だけじゃダメで、うん、もう一個、はい、その時間の中でどう効率よくやるかっていう、うんうんうん、もう一個これも必要じゃないですか、はい、ね、せっかくあのツインテールにしてくれてるんで話題二つでいこうと思いますので、はい、というわけで皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい、それではですね続いて、はい、まあ、あのこれはですね勉強する上の、まあ、効率化っていう意味での心構えとして結構大事なことが一つあって、はい、特にこの直前期なんかだと結構この意識はすぐ持っておいてほしいっていうのがあるんですけど、何かっていうと、はい、忘れる前提で学習をしようっていう、うんうんうん、忘れる前提で、うん、そう、どういうことかっていうと、うん、一旦やったことでも絶対やっぱ復習ってしなきゃいけないじゃないですか、はい、一回やったら二度は忘れないなんてことはまずないわけですよね、うん、で、ただ復習だけし、なんていうか復習がっつりやると当たり前だけど勉強新しいことできなくなるじゃないですか。そうですよね、うんうん、だから、うん、そうなるとやっぱりその復習と新しいことってどういうバランスでやればいいのみたいなことがすごく大事になってくると思うんですね、うんうん、で、なので大事なのは復習に時間がかからない時点で復習することが大事なんですよ。復習に時間かからない時点で復習する、そう、これどういうことかっていうと、はいはい、うん、正解率がね9割の時点で復習するんだったら1割覚え直せば済むじゃないですか。そうですね、うんうん、だけど正解率が5割で復習したら、うん、ほぼ覚え直しじゃないですかそうですよね、でしょ、うん、最初から 0% のわけでもないんで、うん、結構なやり直しになるじゃないですか、うん、だからそうなるとやっぱり早いスパンで復習した方が、うん、トータルの時間は少なくて済むわけなんですよね、うん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 、でさらに言うとさっき言った9割の時点で復習すると次復習するときは9割よりも高いパーセンテージ復習できる可能性が高いわけですよ。そうですね、うんうん、したらもっと早くできるじゃないですか、うん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 、でよくこれも言うんだけど要は2週目は倍速、うん、3週目はさらにその倍で4週目はさらにそのまた倍みたいな形で倍速倍速倍速でやっていくっていうやり方で考えると分かりやすいと、うんうんうん、例えば英単語であれば1回竹田塾の基本ペースで1日100個やってるじゃないですか。そうですね、で1日100個のペースで週400個、うん、で一応システム英単語なんかだと1200個やるから、うん、3週間やれば一通り基礎が揃うというふうになるんですね、そしたら次の週、うん、要は2週目やるときは例えば800個、うん、週800個のペースちゃんときつかったら600個のペースでやるっていうことができれば、うんうんうん、まあ、あの2週間でとりあえず一通りは回せるわけじゃないですか。確かにそうですね。それでさらに突破できたら次の週は要は3週目は1週間で1200個まとめてやればいいと。で、まあそう、まあ、1200個までやったら前半終わるからその後ずっと1200でひたすら基本的に復習すると、まあ、それ以降の1201以降もまたあるんだけど一旦1200が定着するまではそのペースでこうやっていくと毎週1200個復習しても大して時間かからずいけるはずなんですよ。うんうんうん、確かにそうでしょ、確かにそうですね、うん、うんうんうん、だからっていう形でそのあのペースを上げる基準としては2週目は基本倍、きつかったら 1.5 倍ぐらいの速度を前提でやるといいと、でだん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 上げていって最後は1週間でその参考書全範囲が終わるっていうのを最終目標にするぐらい、うん、うん、最終的にはね、はい、これは実は難易度高い参考書も同じで、はい、実際ね、あの武田塾で総研とか受かっているような生徒なんかだと、うん、例えば日本史とかの実力をつける100台だとか、うんうんうん、そういう参考書を1週間で前半100台復習してくるような生徒も普通にいましたし、うんうんうん、数学の1対1対応の演習とかを一通りもう 1A から3まで全部ガーッと目通して1週間で総ざらいして自信ない問題で解き直すみたいなことができる子もやっぱりいるわけなんですよ、うん、それはでもいきなりこうバッてできたっていうよりは、うん、さっき言ったように、まあ、最初は例えば週に数学の多分1対1だった例えば週に50台とかのペースでやったとしたら、うん、2週目は100台のペースでやって、うんうん、その後200台ぐらいのペースでやってってやってて、さらに正解率上がってってペースも上がるから最終的にはもう1冊につき数問しか間違いないぐらいまで持ってっていれば、まあ、6冊、まあ、1対1だったら6冊あるんでやっても別にもうそれこそ数日で終わっちゃうみたいなことに持っていけるみたいな、うんうんうん、
徐々に徐々に増やしていくっていうことが大事なんですね。で、要はこれをね、やっとかないと正解率が下がっちゃったら、今言った時間かけても多分8割までしか持っていけないとか、うんうん、もっと時間かかっちゃうみたいな事態になりやすいから、最初からやっぱり復習の前提を立っておいた方がいいし、それを時間に組み込んでおいて、いかに短時間で復習ができるようにするかっていうのが効率化の非常にコツになるかなっていう、うん、そうですね、はい、うんうん、はい、というわけで、続いての話に進んでいきたいと思います、はい、武田塾全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。そうなんですか。やってるでしょ自分自身。有料ですか。無料ですよ。無料で24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ。はいですね。で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。